はい、こんにちは、ジャンゴです。今回はブルーロックプロジェクトワールドチャンピオン動画撮ろうと思いますということで、やっていこうと思うんですが、今回は、こちらのガチャをねちょっと引いてみようと思いますということで、これですね。毎月26日はブルーロック PWC の日ということで、まあ26から30まで、まあ3回限定かな、1人3回まで引けるガチャだよということで、1回目はね1枠、かける2で 26%、出る枠があります。そして、もう一つがね、69% で星3出ますよとセルフピックアップしたやつがっていう2枠が、まあ、特別枠で、残りの9枠は、普通の 3.5% という枠、のが2回まで。で、さらに、3回目では、69% の枠が、確定枠になってますよと、そういうタイプの、まあ、ステップアップみたいなガチャですね。で、セルフのピックアップについては、まあ、エピナギの2選手、そしてエピナギの2種類のサポートというのを、まあ、選んでますというか、まあ、デフォルトでこうなってますという感じではあるんですが、まあ、ゴールドジェムの使い道考えたときに、まあ、このガチャ行くのがいいかなということで、ね、引いていってみたいかなと思います。で、一応ね、この4枚で見たときに、選手の方のナギは、レベル65まで一応、育ってて、で、残りは、無凸ですね。特にサポカの、面白い人生に連れて行ってやるの方は、ガチャでは引けてなくて、交換所で1枚交換しただけだよという状況なので、そうだね、まあ、この3回のガチャで、まあ、確定枠以外でね、26% と 69% なんで、それなりに回収できると嬉しいかなとは思うんですが、まあ、どうだろうね。結局、特別枠が、3回まで引くとなると、6枠あるんだよね。6枠あって、そのうち1枠は確定枠だから、まあ、綺麗に6枚引ければ嬉しいけど、さすがに 26% の枠で、毎回引けるとは思ってないので、まあ目標5枠かな。5枠星さん出てくれたら勝ちかなということでね、ちょっと引いていってみたいと思います。行きましょう。いけ。さあ、まず一発目頼むよ、潔いまあまだ乱入あるから。さあ、乱入はしない。まあ金玉右ならチャンスあり。金玉なる、オッケー。金玉右、押し、あー、これぶち抜く。オッケーオッケー。とりあえずなんかあるね。なんかある。安心した。読み込み入る。さあ、金玉多い。さあ、どうよ。あ、まだ、お、来た。物事のプライオリティ、おー、斬鉄。ほい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 。まあ、斬鉄はね、最近強化が入ったし、もうちょっとでレベル80だったので、まあ、ありっちゃあり。さあ、あと2枠。どうよ。あー、ダメか。あー、え、これ何、特別枠どこ特別枠はラスト2枠。なんか普通の 3.5% のとこ引いたね。マジかー。まあ、でも普通の 3.5% のとこで射抜いたとしても、それはそれでよしとして、まあだからあと4体ぐらいは出てほしいね。あと2回のチャンスで。まあ、ラスト確定枠1体は確定してるから、この2回目でね、2枚抜きできるかどうかだね。特別枠 26% と 69% のところで、それぞれ出てくれたら、よしなんですが、どうでしょうか。行ってみましょう。行け!さあ、頼む!お、国神!まあ、スタート国神のが安心感はあるかな。さあ、金玉に、オッケー!金玉になる!金玉右なら、うわー、左だ。あー、でもぶち抜いてるね。オッケー、なんかある。さあ、読み込み入った。まあ、あと5つさあ、どうよ。まあ、とりあえず今のところ斬鉄のみ。いやー、あ、サポか。あー、面白い人生に連れてってやる。まあ、これね、交換所で1枚交換しましたが、実質ガチャから初ゲットですね。よしよしよし。で、アルティメットチャンス。最後は確定枠あり。まあ、確定枠があるので、
今んとこ2枚出てますが、ラストは確定枠以外から1枚でも出てくれれば、まあ一応4枚ゲットということですね。今んとこちょい負けな気もしてるので、まあちょっとね、確定枠以外から出てほしいかなと思います。いけ！で、ここはね、確定枠あるんで、演出がなんであれ、ちょい引いてみるまでわからないという感じですね。はい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 、バロー演出来る。バロー演出確定枠ない時に来ると熱いんだけどね。イサギスタート、バロー乱入、金玉になる、左に、右に飛ぶ、で、ぶち抜く。これパーフェクト演出的には。で、読み込みが入った。さあ、どうよ。金玉は多い。オッケー。おし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 。とりあえずナギが来ましたね。一緒にいるって。はい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 。エピナギクロス、ナギと。おしおしおしオッケー。オッケーだけど、これはクモーゼか。なるほど。さあ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 、まだある？まだある？まだあるか？これ、あ、ラストが確定か。優勝の夢は、オッケーオッケーオッケー。初めて自分で見つけた。レオゲットですね。まあ、レオも。俺は全てをかけられる。これで55か。オッケー。まあ、今のはラストが確定枠だと思うので、まあ、ナギとクモーゼゲットできてよかったねって感じか。はい、ということで、まあ、結果的に、最終的にはね、まあ、ナギとレオ1体ずつ、プラス、残鉄、そして、サポカ1枚、クモーゼですね。あ、残鉄80に上がるのは、そこそこでかいよ、ということで、まあ、レベル上げときましょう。オーケー、用意どんなら俺には誰、俺は誰にも負けないと。いいロジックだ。おいほいほいほい。まあ、固有が解放されましたね。まあ、スペシャル練習率アップは結構でかい。スキルレベルアップはちょっと今は合ってないような気もするけど、情報修正でね、書き換えてくれたりはしなかったって感じですね。そして、エピナギのナギが、味わったことない新しい感覚だ。70に上がりましたね。まあ、65から70はそこまで大きく変化するわけではないんですが、まあ、一歩ずつ、育っていきましょうということで。で、レオの方はまだ無凸だったので、これでようやく、これでようやく55ですね。まあ、ここもね、ちょっとね、いい感じじゃねえか。いい感じじゃねえかって言ってるので、まあ、あと2回引いて65までは上げたいなと思うんだけど、どうかなってとこですね。さあ、そしてクモーゼをゲットしたわけだ。クモーゼは、60、あ、これでかい !65 になるのはでかいね。よし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 。これね、カードも解放されるから、あ、しかも、シャトルランのスペシャル練習率 30% アップですね。そうか、まあ、ここはここでね、スピード育成の時使えるからいいかなというところか。オッケーオッケー。あ、ちょっとこれついでにあげとこうか。イベントのやつね。お前の才能、俺にくれ。70まで上がったか。まあ、これはね、イベントやってれば、ね、もらえるんでね、100まで上げときましょうという感じですね。そうか、ちょっとサポカの方は、クモーゼというね、まあ、エピナギと関係ない枠、あ、そうだ、こっちも引いたよ。そうだ、ラストの確定枠で面白い人生に連れてってやるの方も、引きましたね。はい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 。まあ、だから、スピードサポカがちょっとずつ、ゲットしたり育ったりし始めてるよという感じかな。まあ、ここもね、やっぱり、あと2枚ぐらい引いて65は目指したいな、というところですかね。まあ、ちょっとね、ジェムがすっからかになっちゃったので、ここからはね、ゲリラ無料頼みで、凸をね、もうちょっとだけ進めたいなと思ってるんだけど、ゲリラ無料あと何回来るかね。もう29日だからね。これ30日で本当に終わるのかな？せっかくのエピナギ記念だし、もうちょっと期間続くような気もしたんだけど、しないね。そっか。
これもうちょっとやらないのかな、どうなんだろう。まあ5月になったらまた新しいキャラ出ちゃうとは思うからね。そう、そうね。まあちょっとあれか、っていうか期間限定も増えてきたら復刻とかねえ、限定フェスみたいなのやってほしいよねとか思ってますが、まあそんなこと言ってないで期間内に引き当てるだけ引けよっていう話かもしんないけどね。はい、ということで、まあ、今回はね、これで終わりにしようと思います。ありがとうございました。よいしょー。